気持ちよかったですね。まあ、ただね、あの気持ちよさ、まあ、やっぱりチームとしては残り3試合ありますけれども、まあ、今日の仙台戦に向けて、なんかそういった話し合いっていうのはあったんですか？そうです、まあ、残り4試合になって、まあ、一つ一つ、まあ、確実に勝っていけば、まあ、自力での昇格もあるかなっていうことで、まず今日しっかり戦って、まあ、次に行くことだったんで、まあ、その一つ目に、まあ、こうやって結果残せて、まあ、やってよかったと思うんですけど、はい。サポーターの皆さんに一言お願いします。そうです、まあ、今日も、まあ、セットプレーで失点して、まあ、課題と言われたところが、まあ、まだ修正できてなかったんで、まあ、残り3試合できっちり修正して、まあ、一つずつ大事に戦って絶対に J1 に上がりたいと思います。応援よろしくお願いします Nice!